蘭育次郎植民府一一体どうしたのだろう私は少なからず不安になってきたあの親友黒角小吉がまるでここ二三か月というもの 消息不明になってしまったのだ私が自分から親友などと呼びかけるのはいささかキザだけれどでも彼にはあの偏屈な金持ち黒ずみ小吉には友達というものはこの私一人しかいないはずなのだ黒ずみと私とは二代続きの親父から受け継いだ交友であった 彼の父が家に遊びに来た時などいつも彼の偏屈を心通して「はるちゃん小吉はあんな風だけれどよろしくお願いしますよ時々お遊びに来てください」といかにも父親一人の家庭らしい優しい思いやりのある言葉で私を誘ってくれた顔をふと思い出すのである。 今はもう彼の父も私の父もすでに亡くなってしまって第2代目の交友に引き継がれてしまったそして時々私は小吉のことを思い出すたびに手紙のやり取りなどして死んだ彼の父におぎりの端をすませていたのだが彼はなかなか自分から私に呼びかける男ではなかったけれど 私の出す手紙にはきっと、こだまのように返事をよこすのだった。彼も確かに寂しいには違いない。彼も決して悪い男ではない。ただ、世の人との交際の術を全然持ち合わせていないのだ。と私は思っていた。それがここ2、3か月、いくら手紙を出しても、 いくら安否を問うてもまるで梨の粒で,であった私は不安になってきた今までが私の手紙に対して几帳面な黒ずみだっただけに何かしら黒い影を感じるのである一体どうしたのだろう 2私は5時を合図に引けるとその足で東京駅に駆けつけしばらくぶりで商船電車に揺られ始めたそして黒ずみの住む西荻窪の駅に吐き出された時はもう空の茜が薄黒く汗た頃だった さんさんと輝く伝統を吊るした新興商店街を抜けると見覚えの道が黒く柔らかに武蔵野の森に続いていた私は黙々として記憶の道順を反すしながらいつかの十字路を曲がるとムクムクと生え並んだ生け垣の中にぼんやりと輪を描く街灯を発見した。 私はもう一度「黒ずみ」と書かれた真っ黒い表札を確かめると玄関の格子戸を細めに開け案内をこうてみたはい。そんな返事が台所の方で聞こえるとばあやが濡れた手を前かけでふきふき出てきた「まあ」。 はるきさんじゃありませんか。まあまあ、すっかりおみそれいたしましたよ。ほんとにおひさしぶりで。ばあやはひさしぶりの訪問客をうれしそうにむかえてくれた。まったくごぶさたしました。しょうきちくんはええ、それが。まあ。 おかけくださいまばあやは布団を押し出すように私の方によこしたいないのか私は軽い失望を味わって布団に腰を下ろしたそれがあなたばあやはいかにも大事件だというように 手をふりふり話し出すのであったまあほんとうにあなたさまにきていただいてどんなに心強いかしれはしませんわええー、そりゃおてがみをたびたびいただきましたのはよくぞんじておりますけどなにせおなじいえにおりながらわたしもちかごろは まるで小吉様にお会いしませんし妙なことを言う私の口の先まで出かかった言葉をばあやは押し返すように「なんせまあ私は心配で心配でそれは前から変わったごし士うの方ではございますけど」 それがまあこのごろはいったいなにをなさっておられるのやらわたしにもいっこうわかりませんのでへえじゃあいえにいないのでいいえそれがあなたずっとおへやにいられるようなんですけどそのおへやが。 えー、なんと申し上げましょうか。その雑誌キロとでも申し上げたいような。自分で好んで入っているんですか。名相もない。なんで私どもが旦那様を雑誌キロなどに。それはご自分でお作りになったので。 私がお食事をさしあげますのは戸に小さな窓があいておりまして中から正吉さまがお分けになって受け取られるほかのぞくこともお許しになりませんのでございますそんなことが正気の沙汰じゃないぞ変な話ですねで今もその部屋にいるんですか さあ、それが、真夜中なんかに、ふいとお出かけになられますので、はっきり申し上げられませんけれど、今日はお食事のお知らせもございませんし、多分お出かけと思いますけど。とにかく、私は、ここまで来たついでだ、と思うほかに、いよいよ不安が増してきたので、 とにかく一度その部屋を見せてくれませんかとばあやに案内してもらってその部屋へ行ってみたなるほどその部屋は頑丈な分厚そうな菓子のドアに固く閉ざされちょっと押してみたくらいではびくともしなかった耳を澄ましてそのドアに押しつけてみると中ではただ たちたちたちと時計の音が絶え絶えに響いているばかりであった一体これはどうしたというのだ私はムクムクと入道雲のように広がる不安とさまざまな想像とを倍かされただけでむなしく帰らなければならなかった3 暗い夜霧の下をくぐって私がアパートに帰り着いた時だったアパートの入り口の事務所のおじさんが「ちょっとおルスにこの方が見えましたよ顔色の悪い人ですね」と差し出された名刺には「黒ずみ昇吉」と鮮やかに印刷されていた私の目には、 その文字がピョコンと飛び出して見えた慌てて裏返してみると名刺の裏には鉛筆の走り書きで「ご無沙汰失礼」「お留守で残念だった」「重大な要件でぜひ一度会いたい」「明日午後6時銀座ナイルで」と簡単に書いてあった行き違いだったのか。 それにしても重大な要件とはでも明日の6時には全て解決するだろうと思った「戦国喫茶店ナイルの時計が私の肩の上で鳴ったが黒ずみはまだ現れなかった」。 総ガラス張りの温室のような近代構成派の喫茶店ナイルは高校と白昼伝統に照らし出されていたがガラス像1枚の外はあの銀座特有のねっとりとした洋館色の闇が血管のようにくねくねと闇に走るネオンサインを小さく瞬かせながら垂れ込めていたもう冷え切ったコーヒーのカップを口に運ぼうとした時だった ひやっとする空気と一緒にドアを押し開けて入ってきた男があった一目で私は黒ずみと直感した黒ずみは薄く笑いながら私の前の椅子に腰を下ろしたしばらく待った昨日は行き違えになってしまって私は黒ずみが来たら 今の今まで約束の時間を無視したことをなじってやろうと心構えにしていたのだが一目彼の様子を見るとそのあまりに憔悴した要望に押されて口をつぐんでしまったその高く突出した頬骨の下に洞穴のように落ちくぼんだ頬をいつの間にか老人のように青白くたるんでしまった皮膚 どんよりと灰色に濁った瞳、それらと奇怪な対象をなす真っ赤な薄い唇これは一体何を語るのであろうかどうしたんだい君病気なのかいや黒角はだるそうに口を動かし始めた手紙の返事も出さないで悪いとは思ってたんだが 何しろ、今ちょっと重大な実験をしてるんでね重大な要件っていうのはそれなんだ実は僕はもう長いことないかもしれないんで君にいろいろ頼みたいこともあるんでバカな私はそれとなくさっきから黒ずみの薄い影を気にしていたので 思わず大きな声でその不安を跳ね飛ばそうとしただが黒角は案外落ち着いて「いや本当だよ」でも僕は命なんか惜しくないと思ってるんだといきなり言ったって君には分かってくれまいけどどんなわけなんだ一体初めから言ってくれたまえうん黒角は軽くせき込むと すぐ続けた実は今人間は眠らないでもいいという実験をしてるんだこの男気が狂ったのではないか私はしげしげと彼の顔を見直したそう言ったって君は信じてくれないだろうけどこれは実際なんだ現に実験中なんだ君バカなことを言っちゃいけないぜ ししっかりしてくれよ。一晩徹夜したって疲れてしまうのに眠らないでいられるもんかバカバカしい私は吐き出すように言ったいや黒角は平然と続けた君そんなことを言うのは認識不足だよちょっと例をとればほら君自身だって経験があるだろう。 4月までは8時半修行だった学校が4月からは8時になる30分早くなれば30分早く起きればいいそれは2、3日辛いけどすぐ慣れちまうそれだよこの習慣というやつを利用するんだこれならできるだろうそれはそうさ30分くらいそれを考えたらできるはずじゃないか 明日日は今日より30分早く起きる。その明日はまた30分早く起きると言ったって毎日30分ずつ早く起きたらたまらないから10分ぐらいずつ早く起きてそれに慣れたらまた10分くらいずつ10分くらい早く起きるのは1週間もあれば慣れちまうよ慣れるというのは恐ろしいもんだね習慣というのは実に偉大なもんだ この世の中は全て感性イナーシアーというものが支配してるんだ黒角はとうとうと機械な説明を始めるのであった私はふだん黙ってばかりいる小吉のこの物に疲れたような饒絶にむしろあぜんとしてしまったそれで君は眠りを減らしているというのかいうん。 僕はここ数か月血の出るような苦心をはらった僕は1週間に20分ぐらいずつ睡眠時間を減らしてみたんだそして君「成功したよ」「もう今では2日に15分も寝ればいいんだ48時間のうち15分しか寝ないんだ」「もうすぐ30日間に十0分も寝ればいいようになるだろう」 私は黒ずみがこれほど巧みな話術を持ち合わせていようとは今の今まで気がつかなかった「なんだバカバカしい」と思うほかにあるいは「そうかもしれぬ」とも思われてくるのだだが「なぜそんなことを始めたんだい私は塔から聞こうと思っていた問題にたどり着いた。 それはそれはちょっと彼はなぜかちょっと口ごもったがまあ言ってみれば僕はあのまどろみの快感を味わいたいからなんだあのぬくぬくと暖かい床の上に長々と寝ているのか冷めているのか そんなわけのわからぬ心よい線をさまよいながら起きる気持ち手足には鉛が詰まったように今にも抜け落ちそうなかったるさ僕にはその気分がたまらなく好ましいんだは、ね、初めのうちは早く起きてはそのフラフラするような快感に陶酔していたんだがそれがだんだん深みに落ちてもうすくわれなくなってしまったんだ 眠りという与えられたものを無理に引き剥がした罪かもしれないね彼はこう言うと寂しそうな声を立てて笑うのであった無理に眠りを減らしてそのフラフラする気持ちに陶酔するなんてでも黒ずみのような偏屈者にはそういうものかもしれぬ君 それだだけのうじゃないだろう私はわざと質問するように言ったえそんなことはじゃあ一緒に家へ来ないか彼はぎくりとしたように立ち上がるともう出口の方へ歩み始めた5 私はその痩せほうけた黒ずみの肩口を見つめながら彼についていくよりしかたなかったいい機会があったらそんなバカなことを止めてやらなけりゃ黒ずみも私も黙々と歩き続けたまた黒ずみの家へ私たちがついたのはもう九時も回っていたろうか でばあやにちょっと挨拶をし彼の部屋に入って固く戸を閉ざしまもなくばあやがお茶をあの小窓から渡したきり私たち2人は全然この世の中から隔離されてしまったのだその部屋は8畳くらいの広さで窓は一か所もなく真っ白い箱のようなものであった その中に大きな寝台が一つ書物の取り散らかされたテーブルが一つ椅子が一つたったそれだけの世界であったそのほか目につくのは部屋の突き当たりにある一軒くらいの押し入れとテーブルの本の間に挟まってかすかに歩み続ける時計くらいのものであったこの間の時計の音はいと これか。私はそんなことを思いながら部屋の中を見回していた黒角はベッドに腰を下ろすと私に椅子を勧めながら「さっきは何しろ外だったんでゆっくり話もできなかったけど僕は君がこんな変なことを始めた理由を」と言われた時は思わず 僕の心の底を見透かされたような気がしたんだとポツリポツリ話し出すのであった実際僕も初めはあの寝覚めの妙な気持ちに興味を持ってやったんだけどそれが最近そうとだけは言われなくなってきたんだそれはちょっとなんだけど新しい恋人が現れたのだ 恋人私はあまりに思いがけぬ言葉に呆然としてしまったむしろ祝福すべきじゃないかいやそれがこの世のものではないんだ君は一体僕をからかってるのかいやしっけしけ僕の言い方が悪かったでもちょっと適切な言葉がなかったもんだから 彼は寂しそうに笑うと目を伏せてしまった私は何かしら異様な気持ちに襲われながら「君はっきり言ってくれたまえよもしそのことが重大な要件であり僕に手伝いのできることなら遠慮なく言ってくれたまえ及ばずながら何とかしようありがとう君がそう言ってくれるのはとてもありがたいけど」 でもダメな話だ僕の恋人は夢の中だけしか現れてこないのだ夢の中の恋人私はその時代がかった話に重ねてあぜんとせざるを得なかった今の世の中に夢の中の恋人に憧れる男があろうか君とても信じてはくれないだろうけど その彼女、ルミはあの夢うつつのまどろみの中に現れるのだ。あのすばらしいだんだんたる肉体、夢のような瞳、花びらのような愛らしい唇、ムチムチとした丸い体の線はくびれたような獅子を持って僕に迫ってくるのだ。いや、僕の口では。 とても満足に彼女の素晴らしさを伝えることのできないのが残念だ黒ずみの顔はかすかではあるが好調してきたようであった彼はまた続けるのである僕はその彼女と会うために前にも増してどんどん眠りを減らしてその深いまどろみを作らなければならなくなったこのままでは 眠りを全然失ったときそれは僕の死ぬときかもしれないけどそんなことは今の僕には問題じゃないただ最後の場合になったときに君だけはたった一人の友達だから事情を知っていてもらいたかったんだ私はいつか言葉を失って沈黙してしまった彼もまた 黙って時計の音に聞き入っていた6それからどのくらい時間がたったであろうか突然黒ずみが立ち上がると「さあこれから15分ばかり寝なければならんからちょっと失敬する」私はぼんやりと彼のなすままを見つめていた。 彼は目の前で洋服を手早く脱いでしまうとベッドに潜り込んだと見る間にもう眠りに引きずり込まれていったようである私は見るともなく彼の寝顔に見入ったそのあまりにもやつれ果てた要望痛々しいばかりに薄っぺらな胸板彼は一体どんな女に溺れてしまったであろうか 思い出すともなく少年時代からの彼の様子などを考えていた時私は思わず「あっ」と叫ぶところであった彼が起き上がったのだだが彼はまだ寝ているのである危なっかしい早瀬を渡るような足取りでベッドから離れたのだ「無遊病?」 いまわしいそんな言葉がふと浮かんだ彼は私の前を無視して押し入れの方へ歩いていった彼は確かに目を開いていただがその瞳は底火のように濁っていた私がぼうぜんとしているうちに彼は押し入れまでたどりつくとその塔を開けて何かガサガサと抱え出したあっ ととうとう私は小さい驚きの声を出してしまった押し入れの中には美しい少女がいるではないか彼はその少女を懐かしげに抱えるとまたベッドに帰り始めたのであった私は思わず椅子から腰を浮かせた人形か人形だ いかにもそれは驚くべきほど精巧に作られた外国人形であった一目見た時はハッとするほど精巧な人形であった私はふと彼の父の外遊を思い出したあの外遊のお土産かもしれない私がそんなことを考えているうちにベッドの上ではその人形ルミと 黒角は無残にも人形の着物を最後の一枚までも剥ぎ取ってしまったそしてぽいっと私の目の前に投げ捨てられた時どうしたことか私はその着物からほのぼのとした甘い少女の体臭を強く感じたのだ私の心は 怪しく震えてきた。そんなことはない人形だと思いながらもしかし私はその赤裸にされた人形の体全体に点々とした口づけの跡を発見した時私の心の隅にあった重心が力強く起き上がってき激しい嫉妬に 思わず椅子をはねのけて立ち上がった「夢の中の恋人だなんて」私はそんな美しい言葉を使った黒角が殺しても飽きたらぬように思えてきたやがて人形ルミと黒角との優しい愛の囁きがボソボソと聞こえ始めてきた時は私の心は全く平行を失っていた この機械至極なこの世のものでない雰囲気は私の心をすっかりかき乱してしまったのだ私はテーブルの上に投げ出された鍵をつかむとブルブルと震える手でドアを開けまたピンと情を下ろしてしまったバあヤはもう寝てしまったのか目に触れなかった私はそのまま黒ずみの家を抜け出すと あてもなく夜の道にさまよいでた人形ルミ夜は新刊とふけてかなたの骸骨のような森のこずえには細い今にも破け落ちそうな月が引っかかり新聞紙がもののけのように風に乗って走っていた黒ずみのやつわざわざ俺の目の前で 私の網膜にはまだあのもつれあった地帯が生々しく焼き付いていたふふふふとポケットに突っ込んだ手の先に鍵が触った <laughs> こいつがなくなったらあの二人は飢え死にだ私は 思い切り遠くへその鍵を投げ捨てたどこかでチャリンと音がしたようだ<笑><笑><笑>私はたまらなくおかしくなってきた私は大手を振ってわけのわからぬことを怒鳴りながら歩き続けた 道はいつの間にか黒い坂道へかかっていた空気は月光の下で白い渦を巻いて流れていた目の前にはこ然と巨大なガスタンクが立ちはだかっていた細い雑木林は少々となっていた月はボロボロと光のしずくを落としていたこの世の中全体が 何かとてもたまらなくせっぱ詰まってきたように思われてきた。